お店の方はどう？はい、仕入れの問題が解決してワッフルがメニューに復活しました。ひとえにテネッサ様とデビーさん、あなたの働きの賜物ですよ。治安兵団を揺るがした騒動を指先一つで解決したウサギ娘ってデビーさんのことですよね。おかげでみんなハッピーになりました。だいぶ話に尾ひれがついてるな。私はただいくつかの謎を解いて事件解決にちょっと手を貸しただけよ。実際どれほど役に立ったのかなんてよくわかんないし。またまたご謙遜を。デビーからあなたのことは全部聞いてますよ。デビーさんの活躍は地元の商工会の方々だけじゃなく一般の人々にまで希望を与えてくれました。そのおかげでワッフルの売れ行きもうなぎ登りなんですよ。私たちからのささやかな感謝の印としてモロースワッフルハウス創業者のお一人キャマー料理長の特別限定デラックスワッフルを提供したいと支配人が申しておりました。料理長はデビーさんが私たちのワッフルをひいきにしてくださっていることを存じており、他の誰よりも早くデビーさんに味わっていただきたいとのことなんですよ。伝説の料理人が自ら作る特別ワッフルですって。そして料理長、私のこと知ってるの？誕生日と収穫祭がいっぺんに来た気分だわ。心ばかりのお礼です。ぜひご堪能くださいませ。モロースワッフルハウスへようこそ。モロースワッフル発祥のお店です。お客様のバッグにこちらを収納するスペースがないみたいです。他に何かご要望のお品はございますか？お召し上がりください。ようこそ。出来たてワッフルがお客様をお待ちです。
ナジャー。
これがタルタロスへとつながる道です。ゴテラ湿地帯とも呼ばれています。なんて薄暗くて気味の悪い場所なんでしょう。悪魔の趣味は本当に最低ですわ。地下にこんな広い場所があるって驚いた。言い伝えによると、魔王バッサ号とその部下たちが地中を掘削し、火とロームからこの空間を作り上げたそうです。そしてその最奥に位置するのが魔とタルタロスですね。バッサ号、魔王バッサ号陛下はタルタロスの開祖にして現在の魔との支配者です。魔界族の反乱の折に善良な魔界族の一派は陛下に従って地下に導かれ、やがてそこを安住の地とする悪魔となったのです。なかなかの人物みたいね。何度かお目にかかったことはあるんですが、ちょっと変わったお方で。聞くところによると、来客には歓迎を惜しまぬ大変社交的な方ですが、羽目を外すと何をしでかすかわからないとか。そういう危なっかしい悪魔はセーブルだけでお腹いっぱいですわ。そんな破天荒の御仁とは関わり合いにならない方がよろしくてよ。タルタロスを滑る魔王、一体どれほど底知れぬ闇を抱えているのやら。僕は危なっかしくなんかないですよ。ナジャー！
チャンス！
おやつ食べなきゃ。ナジャ
セーブル、あんたの家族って？妹と兄がいます。魔界族にも血のつながりみたいなものがあるわけ？僕もよくわかんないんですけど、うちはこういう構成で。人族や獣人族では当たり前の家族という関係は魔界族には珍しいものですのよね。もし魔界族が家族を構成していたとしても、それは何らかの事情で組み合わせられた形ばかりのものとなる場合が多いですわ。興味深いわね。それでそのご兄弟ってどんな人なの？最高の兄弟です。きっと好感を持っていただけると思いますよ。妹のサブリナは優しくてとっても可愛いし、チレル兄さんは賢くて勇敢で、僕の知る限りで最も他人のために尽くすことのできる素晴らしい人です。本当に尊敬してるんだ。はい、長い間兄さんの顔を見られなくて寂しかったんですよね。再会が待ち遠しいです。あら、もしかしてもしかして、この兄弟には秘密の関係が。過酷な旅の最中、久しく故郷を離れて心の弱っていた繊細な悪魔セーブルは、家に残された特別な誰かに思いを馳せる。ですわですわ。そしてついに帰宅できた時、愛する兄の姿に感極まり、その広く力強い胸に飛び込むのですわ。BL マイスターの私たちにかかれば、この先の展開がどうなるかは美に入り才に入り、これでもかというほど分かっちゃうわ。待って、二人ともどうしてそんな怪しい視線を僕に向けてくるんです？なんか妙なこと考えてませんか？なんでもない。さ、行こう行こう。
ナジャの趣味ってやっぱおかしいわ。これまるで異世界に迷い込んだみたい。はい、ここを訪ねてくる人からよく言われます。タルタロスの魔界族がたった数十年でここまで得意な文化を築き上げたのは本当にすごいことだと思うわよ。ちょっと、私たち天使の文化はこんなものではありませんわ。バルハラの輝きは壮麗ですもの。タルタロスのような苔おどしの造作に頼らずとも訪問者は後を絶ちませんのよ。何せバッサ号は堕落した逸脱者として有名ですし、タルタロスが快楽主義者の楽園となっているのも驚きはありませんわ。ここ数十年というもの、鬼人から社会のクズまでありとあらゆる協力的なものが大敗を求めてこの的を目指しておりますからね。暗い時代、人々は現実からの逃避を求めます。逃げ込む先といえば酒場や賭場、そして怪しげなサービスを提供する危うい店というのがお決まりですわね。あ、そんなお店僕多分行ったことありますよ。ぬわんです。ただ僕が店に入るなり、綺麗なお姉さんに出口の方に追いやられちゃいました。あらあら、なんて私好みの水蜜と。でもまだ摘むにはちょっと早すぎるわね。産毛がもう少し伸びたらまたいらっしゃい、美味しくいただいてあげるから、とか言われて、やっぱり意味がわからなかったんですけど、あのお店って果物屋さんだったのかな。セーブル、あんた天然記念物レベルの二ブチね。同意いたしますわ。ちょっと私から離れてくださいまし。バカが映りますわ。なんか僕気に障るようなこと言いました？セーブル、もしやセーブルですか？あ、兄さん。セーブル、これほど長い間どこに行っていたのですか？こちらのお二人は？はじめまして、デビーよ。お目にかかれて光栄です。私はシリル、セーブルの兄でございます。弟を連れ帰ってくださり誠にありがとうございました。弟が何かとご迷惑をおかけしたかと存じますが、何卒お許しくださいませ。納得いきませんわ。ん？セリア、どうかした？だってセーブルのお兄様がこんな美青年だなんて。何？ああいうのがタイプなの？はあ？こんな青ベオタン、この私のお眼鏡にかなうはずないじゃありませんの。
兄さん、僕迷惑なんてかけてないよ。いいえ、この子の存在は本当に迷惑でしたわ。セーブルが兄君を恋しがって身もだえる姿は、それはもうなんというか刺激的で、私たちつつましいレディーにとってはこれ以上ないくらいの目の毒で。何ですって？ついいけない妄想にとらわれてしまい、旅を安全に続けるため、それを振りほどくべく、私たちは異常なエネルギーを費やさざるを得なかったのです。それは本当ですか？セーブル、あなたという人は。デビーさん、突然何言ってるんですか？なんでそんなデタラメを。冗談デビーさん、冗談にしたってひどいです。僕は常に礼節を持ってデビーさんたちを惑わせるようなことは一切なかったのに。確かにその通りね。セーブルは腹立たしいほど禁欲的で、同行しているセリアに手を出すこともなく、おかげで彼女は欲求不満でいつもイライラ。はい？それこそデタラメの極致ではありませんのよ。なるほどなるほど。セーブルは随分親しくしていただいてるようで。そうね。素晴らしい。セーブルに良き友人ができたこと、本当に嬉しく思いますよ。彼が地上へ向かったと聞いた時には心配で気が気ではありませんでした。しかし私にも職責がございますゆえ、心ならずも後を追うことがかなわなかったけれど、あなた方が安全にセーブルをここまで送り届けてくださった、誠に感謝の念に堪えません。安全にかどうかはちょっと怪しいけどね。まあその感謝は素直に受け取っとくわ。それはどういうことでしょうか？僕たちはしばらくアズ大陸を旅してたんです。その途中で無理を言ってアナテマ宮殿に立ち寄りました。最初はダメだって言われてたんですけど。あの宮殿にですか？そうです、あの宮殿です。そこで僕たちが相手にしたモンスターを見たら、多分びっくりしますよ。すっごく強かったな。でも僕たちの前では敵じゃありませんでした。宮殿は魔界族にとっては非常に危険な場所なのですよ。あの地にまつわる呪いの伝説を忘れてしまいましたか？何度も警告したではないですか。怪我はありませんか？ちょっとこちらに来て兄にお見せなさい。落ち着いてください兄さん、そんなに心配しないで。テビーさんとセリアさんがいれば全然大丈夫だったんですから。でもやっぱりサブリナの役に立ちそうなものは見つかりませんでした。ごめんなさい。なるほど、セーブルは立派に戦ったのですね。それでもやはりその行いは無謀であったと言わざるを得ませんよ。僕にだって兄さんにはかなわないかもしれないけど、やれることがあるんだって証明したかったんです。兄さんのお役に立てるってところを見せたくて。そんなことを言うものではありませんよセーブル。今のままでもあなたは十分立派なのですから。兄さんはいつだってそう言ってくれるけど。もう、私ほどの美貌を誇る天使がそばにいるというのに何の興味も示さないとは一体どういうことですの？まるでセーブルしか目に入っていないような。シルカカー！バッサ号陛下がお呼びです。シリル閣下ですって？もしやこのお方は。
ずいぶん請求ですね。じゃあ私たちちょっと出かけて。陛下は来訪中のそちらの方々の列席もお求めになっております。私たちも？さようでございます。何卒ご同行のほど。到着したばかりだっていうのに、いきなり一番避けたかった方と面会する羽目になるなんて。やはりここを目的地とすることに同意したのがそもそもの間違いだったという気がしてまいりましたわ。気に病む必要はございません。陛下はお客人に挨拶なさりたいだけなのです。良き来訪者にして我が弟のご友人でもあるのですから、謁見の場におかれましては何とぞ手心をと私の方から申し添えておきますゆえ。いや、全く安心できませんわ。で、あるか。以上でございます。魔王バスタゴー陛下、この段取りでよろしければ。皆まで言うな。気候の良きように計らえ。それではシリル、我が輩と共に参れ。かしこまりました。もう待たせてすまぬな。シリルからは祭りごとのために客人をないがしろにするとは礼を失した行為であるなどと叱られたわ。我が輩の不作法を許せ。我が輩がバッサ号である。セーブルよ、ソチの兄がどれほどソチの行方を案じ気に病んでおったかを知れば、さらに帰郷を急ぐ気になったやもしれぬ。それにしても宮殿に潜入してなお無事に戻れたことは称賛に値するぞ。はい。しかしそれは全て僕、私の友人の力あってこそであります、陛下。おお、そなたらがこの者の友か。天使と十字、いや人族か。お初にお目にかかるわ。彼女がセリア、そして私はテビーよ。私が人族だってよくわかったわね。わからいでか。そなたら一行共に痛く興味深いわ。我が最果ての地に訪れし客人よ、闇の眷属や呪われし者たちの闊歩する魔境へそのように気安く立ち入るとはまた豪胆な。さてこやつらどうしてくれようか。一体何をなさるおつもりですの？迷い込んだ狼藉者にはふさわしい仕置きを考えておるところよ。タルタロスは我が輩の優位城であるゆえにな。ゼニ？なんでお金を？艦隊の印であるよ。さように貧相な懐具合ではこの町を存分に楽しめましてなあ、小さき者よ。対面に縛られることなく我が的の誇るあまたの快楽にその身を委ねるがよい。脳幹も解ける大敗の極みにその身を深く沈めるのもよかろうて。盗作の森に酔いしれよ。執着、欲望、秘密、すべてこの地の帳に包まれる。何も問うなかれ。さすれば何も問われまい。
タルタロスでの所業はタルタロスに隠される。マトの民は口が固いゆえな。それゆえにこの地に皆が集うのだ。美しき天使よ、そなたの同輩もおるぞ。まさか誇り高き天使が。なんでここまで歓迎されるの？何か企んでるんじゃない？そこまで警戒せずともよい。ただ気に入った客人を凶楽の淵にいざなっておるだけよ。生と死の狭間で何をおいても求めるべきは快楽であろう。快楽ね。この苦悩まみれる荒廃せし浮世で快楽を追わぬ理由などあるまい。行くがよい。心行くまで快楽にその身を焦がせ。話はすべてその後だ。シリルよ、あとは任せる。そろそろ我が御推の時だ。仰せのままに。ようこそ私たちの家へ。どうぞごゆっくりお過ごしください。また先ほどは陛下の戯れにお付き合いくださり感謝いたします。バッサゴー陛下は昔からご陽気にかぶいておられ、人の気をてらうことを喜びとしておられます。お騒がせをして誠に申し訳ございません。気にしないでよね。こんなに銭たっぷり渡されて文句なんてあるわけないでしょ。正直なところ、もし陛下のご機嫌が悪ければあなた方がその場で食べられていたかもしれず、内心冷や汗をかいておりました。はあ？ちょっとお待ちくださいまし。あの魔王は人を食すことがありますの？はい、ずいぶん前のことではありますが、陛下は狂気のあまり私の右腕を飲み込んでしまわれたことがございます。なんですって？まあ腕を失って困ったことはございませんがね。今は私の設計によるサイバネティック義手がございますし、ご覧になりますか？わあ、ピッカピカだ。ともかくバッサゴー陛下が楽しめとおっしゃっている以上、しばらくはゆっくりとタルタロスをご満喫ください。その前に兄さん、サブリナはどうしてるの？僕はまずサブリナに会いたいよ。心配しないで、あの子は元気にしてますよ。でも今は静養中で起こしたくはないでしょ。そうなんだ。うん、わかった。ならまた後で様子見に行くとするよ。それまではお二人をタルタロス観光にご案内しますね。どうかお気をつけて。サーカスは現在改装中です。また改めてお越しください。
ナジャそうそう来られないもんね。じっくり見て回ってしっかり知識の肥やしにしなきゃ。ナジャそうそう来られないもんね。じっくり。